ちょっと最近心が乱れててね。理由は、俺今すげえ会いたい人がいるの。その人と会って喋りたい。はっきり言っちゃうと、俺その人のことが好きなの。好きっつったらなんか恋愛みたいな感じがするけど、男ね。だから好きとかいう言葉を使うこと自体がちょっと気色悪いっつうか、俺あんまり適した言葉じゃねえと思うんだけど、これ以外そう当てはまる言葉がねえっつうか、でも自分でもちょっと気色悪いかなって思うんだけど、そういうそのことばっかり考えちゃう。でなんかもう俺の片思いみたいな感じになっちゃってんの。いや別に俺が冷たくされてるとかそういうわけじゃないんだけど、なんで切ねえ気持ちになってるかっつうと、やっぱ会えねえんじゃねえかって思ってるから。すげえ会って喋りたい。だけどおそらく会うことはない。なぜと言われたら、会いたいっていうすごい気持ちはむちゃくちゃある。毎日思ってる。だけど面と向かって会う自信が俺にない。この姿を見られるのが恥ずかしい。俺動画ではすげえ自信満々に喋ってるように見えると思うんだよね。でもそれは目の前に人がいないからなんだよ。俺が何をしても何を喋っても誰からもリアクションがない。動画を見て後でのリアクションは視聴者さんからいっぱいもらってるよ。だけど今この現時点で目の前にリアルタイムでっつうことね。俺の体は不完全っつうか、自分だけの体じゃねえんで、この不自然な体を見られるのが恥ずかしい。だからすげえ会いたいって思ってるんだけど、反面その勇気がないっつうか、だから片思いみたいな気持ちになってる。あるじゃん、好きな子がいていろいろ考えてこれがいいと思ってやった行動が裏目に出て悪い方向に転んでしまったりとか、あと好きな子を目の前にして舞い上がっちゃってさ、テンション勝手に一人で上がっちゃってバカをやっちゃう、それの繰り返し。だから俺すげえ自分がかっこ悪くって、本当もうこんな自分がダサくって、それでなんかこう冷静でいられないっつうか、ダメだね、全然全然ダメ。でもね、俺ねダメなんだよね。過去を思い出しても俺がすげえ好きだと思った人は同性も異性も仲良くなったことってねえんだよ。なんつうか変な空気になっちゃうんだよね。こっちがすげえ思いが強すぎて、もしかしたら向こうからしたら不気味に見えるかもしれないし、なんか重たく見えるかもしれないし、鬱陶しいかもしれないし、逆に気使っちゃってなんかめんどくせえ感じになっちゃうんだよね。だから多分今回もダメなんじゃないかな。女に振られるよりも男とうまくいかない方が